ビビットバットスクワットの篠ノ目アキト。特技はヒューマンビートボックス、趣味はファッションコーディネートで、バイト先は渋谷のストリートにあるアパレルショップ。初対面や目上の相手には猫をかぶっているが、犬は苦手。しっかし素はバチクソ負けず嫌いで気が強い。強硬さのあまり二重人格の人と呼ばれるが、なんだかんだお人よしで面倒見もいい。それゆえに姉にえげつなくパシられる。大好物はパンケーキとチーズケーキ、苦手なのは人参。くしくも全部あの姉と一緒だ。部活には所属していないが運動部の助っ人でよく呼ばれる。それもそのはず、小学生時代はサッカーチームのエース。しかし全国レベルの強豪校に敗北し、自分は夢に人生をかけるほどの覚悟がないと挫折。サッカーをやめて無気力な人だったが、夏祭りの野外ライブで音楽に出会い、そしてあの夜に出会ってしまった。いつかラッドウィーケンドを超えるイベントを開く。そんな時ストリートで聞こえた歌声に惹かれ、自分の夢を真剣に聞いてくれたトウヤとバッドドックスというチームで活動を始めた。すれ違いもありながら着実に成長を感じていたが、突如現れた謎のライバルトウの新たに仲間をディスられ、勝負を挑むがボッコボコに負けた挙句、君が一番面白くないとまで言われてしまう。無名時代もトウヤと比べられバカにされることもあった。しかしその度に裏で努力を重ね見返してきた。新たに勝つためにフラスクほど練習し、再戦に臨んだが、やはり圧倒的な実力の前に心が折れかけた。しかし、トウヤたちが駆けつけ、ビビバス4人で再戦、勝負は引き分けに。トウヤの説得に、4人でラッドウィーケンドを超えると宣言した。これまでは1人で突き進んできたが、今は違う。自分と同じ、本気であの夜を超えたいと思っている仲間やライバルと共に高め合い、でかい夢を叶えるために進み続ける。己の体が熱く強く脈打つ方へと。